アメリカのターゲットで買ったものを紹介しようと思います。ターゲットは日本でいう、ホームセンターみたいなものです。コーヒーマシン買いました。コーヒーないと生きていけないんで。で、結構でかいですね。で、なんとこんなのを見つけました。コーヒーのミルク、フレッシュなんですけど、いろんな味があって、これヘーゼルナッツです。ちょっとまだ使ってないんですけど、スターバックスのコーヒー、これで飲んでみました。安いですね。300円とか400円ぐらいかな。で、アイスクリーム、あ、ダメだ。この大きさのアイスクリーム2個、ロッキーロードっていうマシュマロとかナッツが入ってるチョコの大きいやつ、大きいです。アクエイトアイスクリームです。キッチンペーパーのこの大きさです。全てがでかいです。その他に買ったのがシャンプーとトリートメント。本店なんですけど BB クリームのシャンプーがありますね。10 in マルチタスカーっていうことで、なんか10個のいいものが入ってるそうです。なんかソフトにしたり、シャイニーにしたり、スムーズにしたり、モイスチャライズにしたりっていうのが入ってるみたいで、これセットで、シャンプー多分あんまり必要ないんで、この大きさで。ほら、トリートメント、コンディショナーがこんなにでかいです。で、あとこの歯磨き 3D クエストホワイトっていう、これ雑誌でモデルたちが結構使ってる、海外のこのクエストのホワイトニングの歯磨き粉がいいよって聞いてちょっと買ってみました。結構日本のモデルさんたちも使ってるみたいです。で、あと綿棒が、これこのサイズ、こんな大量に入っています。で、結構安いんですね。そして、これデオドラント、お土産用とかに買ったんですけど、日本のスプレーのデオドラントと違ってこう塗るタイプになってます。で、あとフィジーウォーターですね。日本だと1本この大きさで300円ぐらいしたんですけど、これ 6本入りのボトルで1個あたり多分150円ぐらい、めっちゃ安いです。フィジーウォーターちょっと買いまくってます。そんな感じでターゲットでいっぱい買い物してきました。これで1ヶ月楽しもうと思います。